夫婦円満の秘訣を教えてください。そうですね、やっぱりまあお互い尊重し合って、まあ、思いやる気持ちだと思います。それが長く続けることができるのかなと思います。まあ、今回ですね、はい、夫婦での、まあ、CM 共演というお話を初めて聞いたとき、はい、どんな心境でした？はい、20年ぶりだったので、なかなか出るチャンスも、まあ、前回は大河ドラマだったので、まあ、今回その CM ということで、まあ、自然な形を、まあ、あの企画の段階からあの自然な、まあ、2人の感じっていうのが、まあ、テーマでもあったので、果たして自然にできるかなっていうのもあったんですけども、ただ、まあ、先ほどと話しちゃうんですけども、やっぱこの歴史あるこの資生堂のコマーシャルに夫婦揃って出れたっていうのはすごくいい経験と、また本当に嬉しく思ってます。男としての美しさや魅力を引き出すために普段から心がけていること、どんなことなんでしょうか。事前にフリップに書いていただいておりますので発表していただきましょう。それではフリップオープン。はい、これはさっきもちょっとお伝えしたんですが、肌のルーティンです。肌のルーティーン、これは詳しく教えてください。はい、やっぱり毎日毎日欠かさずやるということは、なかなか日々日常の中で同じそのルーティーンをやるっていうのってすごく難しいですよね。またそれを続けるっていうことがすごくなかなか難しい中で、これをきっかけに、自分自身も変わるっていうこともそうですけども、一つ一つその積み重なったことを大事にしたことによってまた違う自分が見えてくんじゃないかなとは思いますし、やっぱ続けるっていうのはすごく大変なこと、続ける難しさもありますからね、そこを大切にしたいなと思います。